今井次郎さん。走り出すと突然形を変える、細いふくらはぎが好きだ、君が好きだ、大好きだ。不条理さみたいなのもあるし、でも本当に美しい瞬間もあるし、面白いってなんだ、面白いってなんだ、考える、それについて考える、考える、それについて考える、チェックチェック。年下の年下